こんにちは、堀秀夫です。私は世界一周しながら副業サポートをして暮らしています。今日はオーストラリア。オーストラリアの物価は高いというのをね、えー、再確認する出来事がありましたんで、それをシェアしたいと思います。まあ、オーストラリアの物価は高い。えー、これはオーストラリアに行ったことある人なら、すごい実感してることだと思います。 あるいはね、行ってみようかなと思っている人は、まあ、いろんなものの物価があまりに高いんでね、ちょっと驚くかもしれません。しかし、一部例外的に安いものもあります。まず、ゴルフ。ゴルフは安いです。ゴルフ場は非常に安いです。20ドル程度でも結構いいコースがあります。 まあ日本がね、いくら安くなったとえ、まあ、まだね、7000円とかそんなもんで、まあ、そういう安くてまあまあいいコースはね、えー、混んでますけど、オーストラリアの場合、まあ、20ドルで、えー、まあ手引きで歩いて回れば20ドルでできちゃうコースでね、まあ、日本で、えー、7000円前後のコースよりは全然いいと。 まあ日本でグリーンだけ見れば日本で1万5000円ぐらいのコースがねえ20ドルだからゴルフの安いゴルフ場のプレー代に至ってはねえ日本の10分の1というぐらいでプレーできますまた200ドルでプレーできるニューサウスウェイスゴルフクラブまあゴルフやったことある人ならねえ聞いたことあるかもしれませんけどまあえここに至ってはまあ日本ではもう比較になるゴルフ場がないほど素晴らしいとねまあ 非常に素晴らしい、ね。そんなコースが会員ではなくても安くプレーできるというのはオーストラリアぐらいです。これはね、えー、ゴルフ場の土地が、まあ、それぞれね、えー、州が持ってたり、市が持ってたり、でそういうパブリックの、ね、土地を借りているところは、会員制でも、ね、ある程度、えー、パブリックの開放しろというような決まりがあるんでね、すごい信じられないぐらいいいコースもね、えー、パブリックデーがあったりします。 ゴル,フゴルフ好きは、まあ、えー、オーストラリア、結構ね、満喫できるんじゃないかなという感じです。それからコーヒー。コーヒーもね、まあ、日本では飲めないような本格的なコーヒーが、まあ、3ドルから5ドルで飲める。まあ、全部エスプレッソベースでね、エスプレッソを作って、そこにお湯入れてね、ブラックコーヒー、ロングブラックとかね、 えー、ミルクをね泡立てたやつを入れて、まあ、フラットホワイトとか、まあ、普通にカプチーノとかもありますけど何しろ作り方がもうエスプレッソベースで作っていて非常に、えー、凝ってるうまいバリスタがいるでそしてね、えー、オーストラリアはほぼすべてのものがガサツなんですけどなぜコーヒー職人だけはねこんなに細かいっていうようなね綺麗な模様をあのスキンミルク、ね、泡立てたミルクでつけたりしますコーヒーは安いです それから、ワインやビール、ね。何しろ、オーストラリア人は、えー、日本人の平均の7倍の量のワインを飲むと。だからね、人口は、オーストラリアの人口は日本の4分の1以下なんですけど、えー、ワインの消費量は日本の倍以上というようなね、えー、非常に、まあ、えー、需要が多いんで、ワインの価格は安いと。ね、オーストラリア産はもちろんフランス産シャンパン、高級ワインも安い。 そしてね BYO、ねえー、自分のワインを持ち込める、持ち込み OK のレストランも多いと、まあ、私はね、結構ね、贅沢なワインが好きなんで、まあ、店に置いてあるのね、えー、飲むと、えー、結構やっぱね、普通に販売してる金額の3倍から5倍取るんで、高いんですけど、えーまあ、高いシャンパン持ち込んでもね、3ドルか5ドルの伐線上で持ち込めちゃいますから、まあ、そういうの考えると、オーストラリアはね、えー、高級ワイン好きにもたまらないと、ね安く暮らせます。 まあこの3つは安い。でも逆に言うと、この3つ以外はね、外食しても魚もホテルも、えー、電車賃も何もかも、ほぼ日本の3倍以上というふうに考えるとね、大、え、体、ー、いい物価は近いです、えー。例えばコーラ、ねコーラとかペットボトルの水が大体いいね、400円前後、ね、4ドルから5ドルします。まあ、そんなわけでね、ね、えー、私もいよいよね、えー オーストラリア滞在もあと10日間ぐらいなんでね、じゃあオーストラリアとニュージーランドのワインでも、まあ、買って帰ろうかな、思いからどうしようかなと思ってたら、ちょうどね、えー、イオンから、えー、メルマカイン限定のセールですっての来てね、まあいつも飲んでるワインが安かったんで、あ、イオンで買おう、送料無料で、ね、家まで届くしと思って、えー、オーストラリア土産をイオンで買いました。 今、オーストラリアにいるんですけど、オーストラリア土産を日本のイオンで買いました。ね、このノーブルワン、デザートワイン2本買って、クラウディベイ買って2700円買ったから5700円以上なんで送料無料です、まあ。本当のこと言うとね、もっと違うワインも一緒に買っちゃいましたけど、まあ、とりあえず、ね、これだけ買っても送料無料で家に届くと、ね。思い思いをして持って帰らなくてもいい。で、オーストラリアの金額。 日本でね、これ、さすがイオンのバーゲンメルマガカイン限定バーゲン、2480円ですね、このノーブルワンが。で、クラディベイシャルドネが2780円。では、オーストラリアの金額。ね、オーストラリアはね、あんま通販ないんですけど、数少ないさっきのね、ゴルフとワインだけはまともなショップがあって、で、ワインが、ね、実店舗もあって、通販もやって頑張ってる、この、えー、ダン・マーフィー、ダン・マーフィーの価格。 えー、このノーブルワンのハーフボトル、私が買ったのはハーフボトルですからね、2480円がダン・マーフィーで買うと29.99ドル、ねえー、2780円で買ったクラウディーベイー・シャルドレが36.99ドル、ね、1ドル80円弱だからとかいうのがね、計算面倒なんで、まあ、大体ざっくり100円で考えると当たってます。 というのがね、まああの、ダン・マーフィー非常に安いんで、おそらく旅行してる人がダン・マーフィー見つけてダン・マーフィーで買い物できる可能性は低いかな。だからね、その辺のワイン屋さんとか、空港なんかで買ったらも,、まあ、もっとずっと高いですからね。まあ、そう考えたら、100円、100円より高いでしょうね。まあ普通にあの旅行でお土産でなんつってワインを買ったらね。えー、なんでオーストラリアでそこからね、えー まあ、多分飛行機でしょうね。船じゃ運ばねえと思うんだけど、飛行機で運んで、で、日本で売ってるのがね、オーストラリアで安く売れるのと。どうやって利益出してんのって感じなんですけど、これ常々思うんですけどね、あの、オーストラリア産だけじゃなくて、フランス産もそうです。ね、えー、日本のがパリで買うより安い。ね パリの酒屋さん行ってね、なんか買おうかなと思って、いろいろね、その場で買わず冷静にチェックすると日本のが安い。なぜなら私は、えー、初めてワインを飲高いワインを飲んだ頃、今から約25年ぐらい前かな、パリ行って張り切ってね、高いワインガンガン買い込んで日本に送ったんですけど、当然パリで買ってるんでね、 まあ日本よりは安いんだろうと思い込んでましたけどね。なんと驚いたことに、日本で買った方が安かったと。ね、そ,そんなもんなのというね、えー、非常に手痛い経験があるんで、値段は一応ね、日本の方が安いんで、日本と比べるとで。日本に入ってないもんとかね、えー、レアで、えー、もう日本じゃなくなってるけど、えー、パリの、ねえー、在庫持ってるとこ、あるいはロンドンで在庫持ってるとこだと、えー、置いてあるというものは、 日本より安く買えるというか、日本じゃ買えないけど、ね、パリとかロンドンなら買えるということはありますけど、普通のもんはね、日本で買った方が安いです。というか、日本とか明らかに高いってものがめったにないですね、えー。ワイン、高級ワインだと。でちなみに、インドネシアのバリとタイのバンコクやプーケット、ギリシャのクレタとドバイ、ベトナムのハノイ、これね、えー、ドバイを除けば、どこもこれ物価安いんですけど、 物価、本来は安いんですけど、私、ワイン好きなんでね、高いワイン飲むと、いや、安いワインが大体オーストラリアとか日本のね、高いワインの金額。だから、え、オーストラリアで、え、1000円以下で売ってる、あんまりね、あの、飲みたくない感じのワインが、え、この辺の国行くと、え、1本5000円ぐらいで売ってると。ね、レストラン行くとグラスで2000円で出てきます。そう考えるとね、ワイン好きな私には、この辺の国の物価は、 決して安くはないむしろね、えー、まずいワインを高い金払って飲んでるんで、満足度は非常に低い食事の時はね、というのがあります。もとい、海外旅行をすると、まあ、日本の物価の安さを実感します、ね。これ実感してる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。 めったに海外旅行をしない日本人の人とかね、おじいさんとかおばあさんとかね、えー、あるいは若い人でも初めての海外旅行ですとか言うとね、なんかレストランとかファーストフードとかね、えー、そのスーパーとかでね、買い物するときね、まあ、いちいちね、日本より高いんじゃないですかって驚くんですけど、いやに、日本より高いのは当たり前だから、今時世界世界中で日本よりね、あらゆる物価が安い国ないからというふうにね、思って冷めた感じで聞いてるんですけど、まあ、 そんなこんなで私は日本製品をオーストラリアアマゾンで販売する方法を教えています、まあ。なぜならね、オーストラリアに住んでいても物価の高さ嫌というほど分かってたところにアマゾンが物販を始めたと。いや、これもう乗っかったらね、えー、大儲け間違いなしということでね、今オーストラリアアマゾンを、えー、販売する方法を教えています。あなたも日本製品をオーストラリアアアマゾンで販売して稼いでみませんかまずは右上の無料メールセミナーに登録してください。 こちらにメールドアドレスとお名前を記入すると無料メールが届きます。オーストラリアアマゾンでね、どんなものが高く売れてるか、あるいはねい、面白そうだからやってみたいなという時にね、私がどんなサポートをいくらで提供してるか、まあ、そういった情報をお知らせしています。というわけで、今日はオーストラリア滞在、ね、まもなく終了して日本に帰るんで、お土産を日本のイオンで買いましたというお話でね、 なんでそうなるんだということは、もう日本の信じられないような物価の安さがね、えー、理由なんですけど、まあ、物価安いねと、お土産日本で買った方がいいんだねっていうだけで終わっちゃもったいないんでね、まあ、世界を回って物価の高さを痛感したことのあるあなた、あるいはね、日本の物価すら安いね、オーストラリア高いの聞いてるよというあなた、まずは、このメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押して、えー Amazon オーストラリアアマゾンの無料メールセミナーを受講してください。以上、堀秀夫でした。